今日も JR 東日本をご利用くださいまして誠にありがとうございます。ねえねえ、ゲーセン行ってちいかわのぬいぐるみ取ろう。もうぬいぐるみいっぱいあんだろ。何個あってもいいの。しゃあねえな。彼の名前は五十嵐。田舎に一人はいそうなヤンキー高校生。しかし見た目とは裏腹、家族のために3つバイトを掛け持ちしているんだとか。大好物はエビである。いつもと変わらぬ何気ない日常の電車内。ところがこの後とんでもない事件が巻き起こる。今回はあんたの協力も必要よ。頼むわよ。彼女の名前は橋爪さん。見てわかる通り悪さばかりして周りの人に迷惑をかける天才である。この人がいる場所では必ず事件が起きるのだ。クソが、成功したらいくらなのよ。貧乏人には慰謝料の100万円の半分くれてやるわよ。誰が貧乏人なのよ。まあ半分もらえるなら。彼の名前は横山さん。怒りっぽい性格で小さなことでもイライラしてしまう。何もたもたしてんのよ。行くわよ。おう。この電車は臨海線直通快速新木場行きです。今日雪降るかもね。どうせ降らねえだろ。降ったらいいな。ん？ターゲットはあの金髪の男よ。あの見た目なら誰もあの男が痴漢したことを疑わないわ。分かったのよ。私があの男に近づいて叫ぶから、その後あんたが触ったとこを見たって言うのよ。おう、やってやるのよ。慰謝料でしばらくは贅沢三昧よ。今夜は焼肉でも食べようかしら。こいつら何企んでんだ。ん？チューン。この男が私のお尻を触ってきたわよ。痴漢よ。いや何言ってんだよ。俺も触ってるとこを見たのよ。は？満員電車だからってバレないと思って触ってきたのよ。ひどい男ね。だから何言ってんだよ。嘘をつくな。俺は触ってるとこを見たのよ。ほら目撃者もいるわよ。認めなさい。こんなのおかしいだろ。お客様どうされたんですか。この男が私のお尻を触ってきたのよ。俺はそれを目撃したのよ。本当ですか。いやそんなわけねえだろ。もし本当でしたら迷惑防止条例違反として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金ですよ。ちょっと勘弁してくれよ。慰謝料は100万円請求するわよ。俺はマジでやってねえんだよ。信じてくれよ。そう言われましても目撃者もいますので。おいほらてめえ。ええタクポヨ、お前ら本当にむちゃくちゃだな。彼女の名前はタクポヨちゃん。どこにでもいそうなギャル高校生だが、信じられないほどのパワーと可能性を秘めている。好きな飲み物はレモンサワー。もちろん高校生なのでノンアルコールなはず。何よあんた。電車に乗ってきた時からそこのおっさんとこそこそ話してんの聞こえてたんだよ。何のことよ。そのおっさんは知り合い。知らないわよ。じゃあなんでだろう。さっき仲良さそうに話してたのは。それは何よ。ボイスレコーダーってやつ、怪しいと思って録音してたんだ。そんなの証拠になんないわよ。そうだ、そんなので俺と橋爪が知り合いってことは証明できんのよ。橋爪って。ああ何やってんのよ。嘘ってのは結局バレんだよ、バーカ。ちなみに動画も撮ってっから、もう逃げられねえよ。ならその携帯を奪い取るのよ。おいおらてめえ。あんたたちがやったことは虚偽告訴罪、場合によっては詐欺罪、そして携帯を奪い取った場合は器物損壊罪、重大犯罪として扱われるので10年以下の懲役、実刑された場合前科がつき刑務所行きです。ちょっとふざけてやっただけなのよ。許してくれないかい。残念ですが許されませんね。過去に同じような状況で大学教授の方が強制わいせつ罪で逮捕されたんです。本人はやってないと主張しましたが、女性の意見を認め大学教授の方は1年10ヶ月の実刑となりました。その後最高裁で女性の衣服側に指紋が見つからなかったことから大学教授の方は無罪となりました。よかったじゃない。しかしそれは事件から3年後の話です。大学教授の方は何もしていないのに3年も人生を奪われたんです。その間彼は痴漢をした犯罪者扱いです。友達や家族にも見捨てられ、彼の人生は台無しです。それだけの人生を狂わせることをあなたたちはやったんですよ。あちらに警察の方がお待ちです。よーく反省してくださいね。チュワー。お兄ちゃん信じてあげられなくてごめんね。別にいいっすよ、いつものことなんで。タクポよ助かったぜ。お礼にお寿司買ってね。
おう、お姉ちゃん、本当に助かりました。感謝状とか待ってるね。わかりました。じゃあ、五十嵐行こう。おう。世の中には悪いことをして金儲けをしようとする奴らがいる。全てをなくすことは難しいかもしれない。しかし僕の担当する目の前の列車だけでもなくしていきたい。犯罪撲滅戦直通、平和な毎日行き、発車します。なんで私がこんな目に遭うのよ。シュー